皆さんこんにちは、豊田るなです。今日はですね、週刊プレイボーイさんで連載されているこちらの激うまバカレシピ研究所に載っているお料理を作っていきたいと思います。このバカレシピは B 級フード研究家の野島慎一郎さんが考えたお料理のことで、コンビニのご飯とかスナック菓子とかカップ麺とかを使って簡単で楽しくて美味しい料理のことです。今日はその中から岩下の新生姜ソースのピンク肉シューマイを作っていきたいと思います。イエーイ、拍手。ピンク色のソースをかけて可愛くしたお料理ということで、ちょっと楽しみです。まあ、普段私はあんまりお家で料理はしないんですけど、この機会を通して私の料理の力を皆さんにお見せできるように、あーとか言ってハードル上げて全然できなかったら悲しいので、皆さん今の言葉を教えてください。まあ炒めるぐらい。番組のなんだ企画とかでやる機会があったりするんですけど、この野菜をこの形に切ってとか手順があってって決まってるけど、そういうレシピとかなしで作ったことないので、ちゃんとお料理できるっていう人ではないです。多分というか絶対ないです。でもシューマイはよく学校にも出てるお弁当とかにも入ってたし、私も結構好きなお料理なので、どんな味になるのか楽しみです。はい、ということでやっていきましょう。今回使う食材はこちらです。味の素の冷凍食品ザシューマイ1パック、岩下の新生姜1パック使います。かわいいピンク色、日清の水溶きいらずのとろみ醤油、これ初めて見ました。すごい、片栗粉のメニューが一発で決まるらしいです。はい、じゃあこの3つを使って料理していきたいと思います。ザシューマイが本当に美味しくて評判らしくて、気になりますよね、味が。だからちょっと食べてみようと思います。つまみ食いしたいと思います。はい、じゃあ温めていきたいと思います。3つ、このままいけるらしいです。こう押せ。2分間フリートークか。多分大丈夫。ちょっと音が危ういけど、なんか可愛い、ベンチに座ってるシューマイみたい。可愛いです。どんな感じに美味しいんだろう、気になりますね。ガタガタ言ってる。お、ピー、おー、温まりました。湯気が出てますね。味見します。いただきます。うん。あ、うん、美味しい。ジューシー。なんかお肉がすごいジューシーな気がします。肉汁も結構入ってて美味しいです。これは美味しい料理ができそう。じゃあ早速料理していきます。まずこの岩下の新生姜を包丁で細かく刻みます。5ミリ角って書いてあるんですけど、そんな正確にできるのでしょうか。私は危なっかしいってよく言われるんですよ、母に。ボケーっとしてるとか。おお、ピンク色だ。当たり前か。生姜の匂いです。わー、かわいい、なんか埴輪みたいですね。刻みます。包丁なんて持つのいつぶり。なんかシャキシャキ感が残った方がいいんですよね、多分。ある程度の大きさで刻んで。緊張する。一緒に作ってください、ぜひ。これを流しながら、そしたらなんか多分自己肯定感高まりそう。みんな私よりできるっていう、そういうことです。こんくらいにしときましょうかね。じゃあ刻みました。はい、刻みました。じゃあここに入れます。
と無茶すぎたかもしれない。やめよう。はい、漬け汁に戻しました。はい、じゃあラップして温めます。やったん。温めすぎないようにしてくださいということです。はい、温めました。次はとろみ醸酢の出番ですね。とろみ醸酢を入れて適量、適量、出た適量水これすごいですね。なんかこう粉が、なんか塩コショウみたいになってる。適量か、もうちょっとか。怖いんだけどこれ適量ってむずいんですよねトロトロしてて美味しくないものはないっしょ、多分。チーズみたいな感じ入れすぎてもチーズって美味しいし。温めます。見ました今見てないですよね皆さん。スタートと間違えて開けるのボタン押しちゃったありました。頑張って作ってましたね。チンジャオロースとかブリの照り焼きとか待って、とろみがついてるかな。いい感じではないでしょうか。とろとろ、とろみがついたらよりなんかちょっと透明になった感じ、かわいい変化ですね。じゃあシューマイを温めます。6個温めていきます。3分30秒温めます。このシューマイ本当美味しかった。気になった方は買ってみてください温まりました。じゃあ移しましょうか、お皿に。おお、だって肉汁が出てる、すごい。シューマイにこんな肉汁出てていいの、冷凍シューマイ。じゃあ温めたシューマイにこちらの新生姜ソースをかけていきます。おお、トロトロだ、美味しそう。匂いがいいですね。生姜好きはやって損はなさそうな感じがします。よし、できました。完成です。どうですか、匂いはめっちゃ新生姜生姜の匂いがします。はい、じゃあ完成したので早速食べてみたいと思います。いただきます。うんうんうん、ソースがトロトロしてるのも楽しい。ちょっとこう生姜の辛みがあって、なんかこうアクセントになってめっちゃ美味しいです。シャキシャキ感もあって、生姜好きな人は絶対美味しいと思うし、シューマイが美味しい普通にシューマイも美味しいし、最初見た時は合うのかなってちょっと思ったんですけど、シャキシャキする生姜がめっちゃ美味しいですシューマイの肉汁が口の中に広がった上に生姜のソースの辛みが混ざって相まって、めっちゃいい感じで美味しいです。ぜひ作ってみてください。皆さん、食べたい？どうしよっかな、あげよっかな、美味しいからな食べたい？じゃあ、はい、あー、あげない。はい、ここでお知らせがあります。今回私と食べ沼ゆうちゃんの2人のデジタル写真集、その光に手を伸ばせが発売になりました。今回シュークレさんでゆいちゃんと、あとりおちゃんとみなみちゃんと4人でグラビアを撮ったんですけど、その4人でこうペアを分けて、今回私はゆうちゃんとデジタル写真集ということで、シュープレのカットのアザーカットで構成されているんですけど、なんかアザーカットと思えないぐらい全部いいし、今回のテーマがこう飾らない感じというか、なんかこうポーズを決めたりとかせずに、その一瞬一瞬を切り取って撮ってくださっているような感じだったんです。
ですが、あ、今撮られてるってことを気にしてない感じで撮ってたし、それは多分ね4人ともそうだと思うんですけど、なんか本当に騒いでる時はわちゃわちゃしてる写真が撮れてるし、みんなでこう真剣な目でカメラを見つめてる写真もあったり、いろんな素の私たちが見れると思うので、ぜひ皆さんこの機会によろしくお願いいたします。本当にみんなで撮影してるのも楽しかったし、またなんかこういう機会があったらまたやりたいなって思うし、衣装もね白とか青とかちょっとこう透明感じゃないけどフレッシュさあったり、そういう感じでなんか若い私たちのパワーをぶつけたので、ぜひそこを楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それではトヨダルナでした。